ダンスも苦手なので、エスコートはご勘弁を。こちらから断る。ダンスにかこつけてヒールで踏んでやるのも面白そうだがな。そういう趣味も持ち合わせてませんので。わらわとてお前のような男と踊るほど悪趣味ではない。お前と踊りたがる女どもの気が知れんわ。うさぎ耳に白スーツだもんな。詐欺師みたいな男よりマシに見えるんじゃないですか。あなたなら進んでエスコートさせていただきますよ。いつも可愛いですけど、今夜のあなたはいつにも増して素敵です。まずあなたを褒めるべきところを怠ってすみませんでした。こいつらが悪いんです。いずれ処分しますから許してくださいね。複数形。今夜は無礼講ですから、いいですよね。最近は普段からあからさまになっておるだろう。最近紅茶が毒入りの確率が高くなっておる。陛下の毒への耐性を上げて差し上げようと思いまして。俺も暗殺されそうになることがちょくちょくあって。ペーターさんって優しいよね。俺の腕がなまらないように練習台を欠かさないでいてくれるんだから。僕はみんなのことを考える優しい宰相ですから。ウサギさんは優しさで構成されてるんだよね。でもそんな優しい僕にも資格が差し向けられることがあるんですよね。優しさって理解されないものなんだぜ。そう、いつもそんなことして遊んでるんだよ。ほら、日常には刺激も大切だからさ。たまには暇なウサギさんと遊んであげなきゃね。僕が遊んであげているんですよ。
遊びでなら退屈しのぎに仲間内で殺し合ったりもする。本気はご法度だがな。お前はかなり怪しいものじゃ。遊びの域ですよ。殺さない程度の殺し合いってことですよ。運がなかったということで。それだけです。わかってますよ。あなたを殺したりしませんって。でも、あなたと殺し合うのは楽しそうですね。ああ、君とならウサギさんと殺し合うより盛り上がりそうだ。しかし、キングは完全に的から外れておるな。たまには入れてあげましょうか。仲間外れっていうのもひどいよな。いや、わしは結構仲間外れが好きなのだ。あなたを仲間外れになんて。
嘘、そんな感じです。そうそう、そんな感じです。いい感じですよ。勘が鈍っているんでしょう。ダンスのステップ自体は間違っていませんよ。ちょっとおぼつかないですけどね。大丈夫、勘さえ取り戻せば。一度覚えたら忘れないものですよ。踊りませんか？あなたが相手ならダンスのエキスパートになれますよ。ええ、僕はダンスの技術の切り替えができる男なんです。あなたが特別なんです。あなた以外には切り替わりませんよ。よしてくださいよ。知っているでしょ？僕、雑菌がつくから人に触りたくないんです。そばに寄るのも嫌だ。舞踏会なんて嫌がらせですよ。繰り返しますが、あなたは特別です。恋人にならずっと触れていたいと思います。何がです？そんなことないですよ。今にも足を踏んづけちゃいそうです。
ヒール付きの靴でですか？フェアじゃないですよ。実はこっそりと。あなたの足を踏んで嫌われたくはないですからね。必死で練習しましたよ。兵士とメイドたちに見せてもらったんです。触りたくなかったので苦労しましたけど、イメージトレーニングでもなんとかなるものですね。はい、もちろんですよ。僕は真っ白なウサギさんです。僕はいつだって誠実ですよ。あなたに対してだけは。いいですよ。疲れましたか？そうですね。お疲れでしょう。じゃあ、休憩しましょうか。こんなところではゆっくりと休めません。部屋に戻って休みましょう。こん
なところにいたら雑菌だらけになりますよ。あなたが雑菌にまみれるなんてかわいそうでかわいそうで。僕の部屋ですよ。舞踏会の特別な時間帯ですから来てくれるでしょ。ご招待します。それは嫌ですって。そのヒールは凶器です。残念ながら僕は自分が痛い目に遭うよりもあなたを痛い目に遭わせたいです。素直じゃないですね。痛いこと嫌いじゃないくせに。素直じゃないですね。痛いこと嫌いじゃないくせに。だっていつも。
僕はどんなあなたでも好きですよ。